おはようございます、ひでぞうです。おはようございます、りんです。今日もよろしくお願いします。今回も2人で進めていきたいと思います。今日は日本海越前沖に来ています。海坊主のメンバー6艇で出艇です。朝は少し風が強いですが、だんだんと弱くなる予報なので期待したいと思います。予報通り弱くなるといいですね。実は昨日三国方面で釣りをしてきたんですが、残念な結果に終わりました。今日はそのリベンジができるといいですね。超かも残念でしたが、動画も撮れてないっていう残念ぶり。今日はそんなミスがないように気をつけてくださいね。いやー、帰って動画を確認したら全く撮れてなかったんですよ。いやー、実際撮れ高があるところが全く撮れてないっていうのは本当にショックです。これでは動画にならんと断念しました。ひでぞう頑張れよ。今回はそんなミスがないようになんとか頑張りたいと思います。できれば最後までご視聴いただければ嬉しいです。コメントや高評価もよろしくお願いします。では早速出航ですが、やはりゴンボート6艇での出航はちょっとかっこいいですね。そうですね、ひでぞうが映ってないところもポイント高いです。それはどういう意味に取ればいいのか反応には困りますが、あまり気にしないでください。出るときは一緒なんですが、沖に出るとみんなに会うのが何時間後かになってしまいます。みんなどこで釣りしてるんですかね。僕は僕のポイントに向かってるだけなんですけど、少しみんなとはポイントがずれてるらしいです。ひでぞうはいろいろずれてますからね。りんちゃん相変わらずちょいちょい独白ね。最終的に釣れてれば問題ないと思いますけど、そこが一番の問題です。昨日のこともあるので、あまり大きなことは言わない方がいいですよ。リンも応援だけはしますね。昨日のことはあまり言わないでほしいですが、昨日は青物を狙いすぎて全く釣れませんでした。タイに狙いを変えた時はもう手遅れでした。ちなみに昨日の釣果は工房とベンコが1匹、気合の76リッタークーラーはスッカスカでした。気合の空回りはいつも通りですね。なので今日は控えめに32リッタークーラーです。このクーラーがパンパンになるように安全第一で向かいたいと思います。今日も楽しい釣りができるといいですね。それでは行ってきます。さて、ポイントに到着しました。木根の最盛期に入り、朝バネの釣果が随分良くなったそうです。とここでいきなりポールでの当たりがありました。ポールで食っとる。良くはないけど、まだ風がきついので風切り音は勘弁してくださいね。ちなみにですが、今の水深は80m、70メーター以下でも釣れているという話ですが、どうしても深場に行ってしまいます。前回は115メーター近辺が釣れたので、どうしてもそこを目指してしまいます。今日も115メーターを目指してどんどんと深場に行こうと思います。あ、バカ野郎、フグやねえか。もう、ほほ、いきなりおめえか。バカ野郎やな、ほんとに。ほんとにバカ野郎やつ。うーじゃねえぜ。うーって言いたいわ、こっちが。本日、一発目の当たりはフグでした。あまあ、こんなもんです。いきなりフグの洗礼を受けてます。ここで少しポイントの移動です。
今の水深は 100m 前後。前回実績があったポイントでの釣りになります。あ、苗バレた。今度はいけるやろ。バレたと思ったら追い食いしてきました。頑張れヘゾ、また踏み入ったら面白いのにね。リンちゃん、それは応援とは言わんぞ。決して受けを狙って釣りをしているわけではないので。これは無理だねやろ、さすがに。引きはかなりいい感じです。なんと釣れよ。頼むで、一つやで。本当に意外と引くんやな。巻いてこいやねんか。とりあえず一つ。やれやれ。そんなに大きくないけど。ギリ40やな。あれ、あ、ないか。39やな。本日一発目のタイは39センチでした。なかなか食べ頃サイズ。うまそう。さて、ここからの水深は 115m。 前回も実績のあるポイントで期待は高まります。釣れるといいですね。そうなん、もう一発や。いやー、でもなんかあんまりタイっぽくねえんやけな。煮魚くせえ。煮魚っぽいなぁ。なんでって、あたりが気がつかで。ヒゲゾ、ずいぶん独り言が派手やね。自分で聞いて、自分で答えとるよ。釣りしとる時なんかみんなこんなもんやと思うよ。僕は自分のことしかわからんけど、いつもこんな感じやし。これエレでも 40m で引くじゃない。ちょっと上がってたねな。サイズがちっちゃいか。そうなーいや、やっぱり、やっぱりカサゴか。いいぞ。オッケー。釣れればよしよ。釣れればよし。上がってきたのはやはりタイではなくカサゴでした。ここから前回実績があったポイント 115m 近辺をうろうろしています。ちょっと突っ込むぞ。
いいんじゃない、ちょっとサイズいいぞ、ちょっとドラグが出るぐらい、よいしょ、おおおおおおお、これはちょっとサイズいいかも、余裕で80メートルあるで、うわー、よいしょ、うら、ここで何を思ったかちょっと手巻きしてみました。すぐに無理だと気づきやめました。そんな気分になることもあるよね。なんかいけるかもって感じかな。ちょっと手で巻いた方が気持ちいいかなとか思ったり思わなかったり。あー、いいな、こう、くる、あーやべ、楽しい、もうちょい、お、上がってきた、上がってきた、上がってみるぞ、まだ頑張るな、落ち着いて、落ち着いて、上がってみて、上がってみて、お、まだ引くぞ、おい、お、おほほ、向こうの方で上がってっとるってことはでけえぞ、あら、でけえ、あっしゃ、おい、でけえの来た、でけえの来たし、うお、でけえ、でかいの来ました、よっしゃ、オッケー、うりゃ、あ、うわ、重っ、あ、ここでなんとかでかいのを一つ、やったね、ヒデゾー、ここでタイの口に指を突っ込んで噛まれました。タイの顎は力が強いので、皆さんも気をつけてくださいね。指、ちぎられちゃいますよ。よっしゃ。オッケー。オッケーはいいけど。60は超えてそうやな、あとでサイズを測るか、ここで大きくポイントを変更、浅場にやってきました。
浅場といっても70メーター前後ですかね。何時間ぶりかでみんなと合流することができました。風も随分落ち着いてきましたが、潮も止まってしまったので微妙ですね。ここでなんとか当たりがありました。ずいぶん久しぶりのヒットです。そこそこ引きますが、あまり大きそうではありません。けど、ほとんど喋ってないね。いつもの独り言が出てないよ。たまにはこういう時もあるんですよ。ちょっと考え事してるというか、ちょっと妄想にふけているというか、まあ微妙な感じですね。どんな顔して釣りしてるのか、僕も見たいぐらいです。超変なんやろね。食べ頃。食べ頃が来た。食べ頃が。おーとかうおーとか言わへん。バレたらいかんで。今釣ったよ。今釣ったよ。レンコやなーって。マダイやて、マダイやて。ちゃあちゃあ、マダイマダイマダイ、見たらわかる。もうマダイやんこれ。あはははは、マジでか。マジで。さて、本日の聴講はここまでです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。風の影響はなくなりましたが、潮もあまり動いていません。体力的にももう限界で、もう戻ることにしました。なんとか釣果を残すことができたので、まあ良かったと思います。のっこみのシーズンはもうしばらくで終わりですが、タイが釣れなくなるわけではありません。釣れるときに釣れる魚を釣る、これも釣りの醍醐味ですかね。いつも釣れたらいいんですけどね。リンはいつでも応援してますよ。一緒に来ていたヒロキが91センチのでっかいマダイを釣ってたね。ヒデゾウもそれぐらいのでっかいマダイを釣ろうね。いつかは僕もそんなでっかいマダイを釣ってみたいもんです。ちょっと羨ましいですが、いつかは釣れると信じて釣りを続けていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をしていただけるとモチベーションも上がりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の海で。いつもならここで釣果報告動画を上げるんですが、今回はカメラが回っていませんでした。またやってしまいましたね。やっちゃいましたか。ちなみに本日釣った大鯛ですが、計測の結果70センチちょうどでした。70センチでも結構な大きさだと思うんですけど、91センチの大鯛を見るとやはりちょっと小さいですね。次はもっと頑張ります。それではまた、バイバーイ。